オキアミは南高オなし南高アコウ、本エビ上木オキアミ目に属する甲殻類の総称。形態はエビに似るが、胸脂の付け根にエラが露出することなどで区別できる。プランクトンであるが、体長3から6センチメートルなので、プランクトンとしてはかなり大きい。日本で販売されているのは、三陸沖などで漁獲されるつもなしオキアミと、 南極海に生息する南極オキアミである。後者はヒゲクジラ類の主要な治療である。アミエビの名で塩辛などの食品として売られているものは本種ではなく、もっと小型の名称の似たエビの一種であるアキアミである。外見的には遊泳性のエビ類によく似ており、東京部は廃坑に覆われ、腹部は六節からなる腹節と微節からなる。 胸部には発節があり、それぞれに付属子があるが、エビを含む十脚類では、その全三体が、顎足となっているのに対して、オキアミ類では、そのような変形が見られない。第二、第三節がハサミ足として発達する例や、最後の一から二体が退化する例もある。それらの胸部付属子の基部の節には外に向けて、発達した、十子状のエラがある。これが、 廃校に覆われないのもエビ類との違いである。なお、よく似たものに、網目のものがあるが、胸足の基部に、エラがないこと、オシに平行方がある点などで区別される。分類上は網目は、袋エビ上目とされ、系統的にもやや遠いと考えられている。私有遺体で、オスは、メスの、第六、胸足の基部にある生殖校に、正方をつける。 精子はここに侵入して、一時的に貯生脳に蓄えられる。受精卵は普通、そのまま海中に放出される。この点も、保育脳を持つアミ類とは異なる。一部では、胸足の一部が広がって放卵子のようになることが、知られる。孵化した妖精は3体の付属子を持つノープリウスで、2機のノープリウスの後にメタノープリウス機となり、ほぼ体全体が、 廃校に覆われる。その後、腹部が新調したカリプトピス木から腹眼が柄を持って突き出す。古切り焼きを経て、その間に付属子が発達して生態に至る。生息域によっても異なるが、成熟までに1から3年を要すると考えられている。すべて解散で、その大部分が外洋の表層から中不可層を遊園して生活するプランクトンである。多くの場合、 妖精はやや表層で生活し、成熟に連れて次第に深いところへ移動する傾向がある。また、旋回生のものは日周延直運動をする。プランクトン食とされ、種によって動物プランクトンか植物プランクトンのどちらを主食とするかが決まっているらしい。南極沖ミは南極海において非常に大きな原存量を持ち、生態系全体に、 大きな影響を持つキーストーン種である。漁獲されたオキアミは、未加工もしくは、フリーズドライ加工され、または、粉末状で販売され、養殖漁業の飼料用、釣りへ、干渉魚の餌などに利用される。飼料としてのオキアミには、魚の大病性向上や、干渉魚の退色の発色向上などの効果があって、人気が高い。日本では、 南極オキアミの34%、ツノナシオキアミの50%が魚の飼料として消費される。また、日本では70年代に海釣りの巻餌として導入され、黒鯛やメジナ、またサビキ釣りのテクニックに革命を起こした。南極オキアミの4分の1、ツノナシオキアミの半分は釣り餌用である。オキアミは、タンパク質やビタミン類を多く含み、 魚肉ソーセージなど加工食品の原料になり、また調味料として塩辛も作られている。これは朝鮮半島や日本でキムチの発酵に秋闇の塩辛同様に使われることがある。以前は漁獲後の劣化が早く不味落ちがするため、人間の食用としての消費は極めて少なかったが、近年加工技術の進化により、 ツノナシオキアミは桜エビの安価な代用品として、お好み焼きなどに利用されている。釣り餌用として販売されているオキアミは、原料鮮度や製造過程の衛生管理が食品加工法規の適用外であり、また食品に適さない薬品が添加されている可能性もあり、食品としての安全性は保証されていない。DHAEPA やスタキサンチンの摂取を、 目的に、南極オキアミから採取したユシクリルオイルを原料として製造される健康食品もある。カップヌードルの具材に使われるエビがオキアミであるとされることがあるが、使用されているのはプーバランである。オキアミか、ユーファウサイデーベンセハウジンアンブレオプスソコオキアか、ベンセハウスイデー、大塚治む、小前智幸、三、広角アモン、接続動物の多様性と、 系統石川良介編、岩月国を、ま渡り俊介監修、消化棒、2008年、172から268ページ、チルドお魚ソーセージ8本入り、総菜、デイリー魚肉ソーセージ、コープ商品情報検索日本、生活共同組合連合会吉野家白菜キムチ200グラム、キムチ、大根のお漬物なら、ビンゴ漬物株式会社。ありがとうございます。